Yeah.
すいません、ここ本来 MC じゃないんですぐ行ってますね。はい、
やぁ2回目やね、ほんまにここ2人は足首にしやがって。まあ、野田さんは仕方がないね、仕方がない。野田さんは仕方ないな。スマートも本来行きたい本やから、実際はここにあのシンセサイザー乗って、だからまあまあ仕方ない。ドラムドラム以外はここ全員1回は恨み持ってますよ。ということでね、別にグッチに振っても話が広がらないんでやめますけど、本当に僕ももっとキャッチポップでキャッチーなバンドがしたかったんですけども、またね、真っ黒なハンセンティーを着て、こんなドロップ A シャープですか、バンドやることになったんですけど、ほんまに何やろう言うことも特に、この後ライブが8時半ぐらいに終わるんかな、8時半ぐらいに終わると思うんですけど、9時からあの上の万太郎さんにあのお邪魔しようと思ってますので、あの1000円で2時間飲み放題、さらに1人3品フードがついてくるという壊れシステム、頼まなきゃいけないじゃなくて3品ついてくる、行く我こそは行くよっていう人、行くよお願いってな感じなんで、あのそれだけお願いします。そうやね、6時までやな、こっちか。5月ステーキはまだまだ続きますけれども、あの今日エモい曲をね、次やって帰りたいと思います。ほんまになんかさっきのストレートなとか見とって普通に馬なってるなって思ってすごかった、老害感が感じみんな馬なってるなとか、あと野賀さんがあの宝ハイボール飲んでうわいって言ってるのを見てちょっと泣きそうになるとか西日がさしとってそういう曲を次あのやりますんで、多分知ってる人も多いんちゃうかな、お願いします。 Bring Me The Horizon でした。ありがとうございました。